鎌田は今いない。理由は高山病で耳の三半規管がやられて今寝込んでる。ちょ、ネジマッサージ配信していい？ で、新しい、ね、新境地ちょっと開拓していい？ちょ、ネジマッサージ配信していい？マジで偉そうに見えてごめん。でもちょっと、ネジちょっとさ、今配信中なんだけどさ、ちょ、申し訳ないんだけどさ、マッサージストレッチ配信しない？今から。待ってるわ。はい。悪いな、なんかデリヘルみたいに言って。なんでお前そのは生きてるの？カードを忘れてて、階段で上がってきああ、なるほど。そういうことか。言ってくれればいいのに。マジで腰痛くて、腰ですか？ちょっと。みんなのコメント見ながら、ちょっと悪い。一瞬腰マッサージしてくんだよ。あ、痛い痛い痛い。足をまずこのグーって。全然動いてねえのにな。爆発的に動いたんで。動いてねえだろ、これ。もうちょい上。そこだわ。ここですか。ああ。いいで。なんか使ったっけ？ありがとう。ね、すまねえな。大丈夫ですか？大丈夫。あ、いいよ、やっていいよ。どこだっけ？ちょっとやっちゃった。やっちゃっていいよ。すぐ終わります。ちなみに一瞬動画を。それもあったんですよね、実は。画像消し、画面消しとく？どうもお任せします。全然もう、すぐ。大丈夫。はい。そう、今日のサッカーの動画を。編集してるわけじゃないんだよね。その日本に送んなきゃいけないからさ。あと、お前、日焼けしたな、ネジ。なんか、お前、今、ゲイ界の橋本環奈って言われたらしいぞ。いや、そ、何すか、それ。そ今、お前、橋本環奈って言われたらしい。ネジ、すげえ、お前、体でかくなったよな、完全に。もうだいぶ、うん。多分胸とかもちょっと欲しい。胸板横見せてくんね、胸板。お前すげえ やべえわ。そう、俺腕の太さ比べようぜ。俺も別にそんな細いわけじゃないんだよ。俺これ倍あるんだよ、お前。でかくなったっすね。ちょ、もうちょい前来て。で、カメラの方。やばいわ、お前。俺も言ってさ、別に超細いわけじゃないからね。太っ、お前。何やってんだろう、俺。こんなとこまで来て。なんで、別にさ、筋肉自慢でもない俺がさ、深夜の1時に。でも、ちゃんと、僕やるんで、こういうことやるふうになるんで。ああ、そっか、ポージングな。なんか今年中に1個出れたらいいねみたいな。そうですだよね。ね。1個大会ちょっと出れたらいいなっていうのを、ちょっと、相談させてもらってます。だよね。なんか目標があった方がいいじゃん。